い、おーさんです。ぷーちゃんです。もぐくんです。ビビくんです。バブくんです。パンくんです。おこめちゃんです。くーちゃんです。いろはちゃんです。おビビ、それ噛むんやめ。おビビちゃんって。マジやばいと思って。おい、ダメ。はい。それでは、今日も、わが猫チャンネル、始まるよー。え、もう穴開いてるよ、これ。わが猫。ちょ、待って。ああ、最悪マジで。いいですか？はい、これどうすっか？やばくないこれ。ほんとじゃん。はい、ああ体重考えて。ということで。本日は久しぶりの爆買い企画となっておりますが、なんて言ったってね、4月23日土曜日は、我が猫ハウスのクセヒット炭水化物兄弟ことお米パンの1歳の誕生日です。イエーイ、バイバイ。ということでね、1年にちなんで総額約20万円ほど爆買いをしました。はい。というのもね、壊されに壊され、我が猫ハウスから猫グッズが結構すぐ消えてってしまうので、はい、今はございません。まあ、あるに越したことはないということで買ったんですが、想像以上に買いすぎてしまいました。で、この我が猫チャンネルでは2点ほどぶっ飛んでお高級なものがあるので、はい、その2点を開封して、で、残りの細々したものは、大さんちチャンネルにて、後日投稿したいと思うので、そちらをぜひご覧ください。はい、お願いいたします。それでは開封していきたいと思います。何やってるんでしょうか？いいですか？はい。では、いろいろ開封し終わったということで、お米パンはビビってちょっと向こう行っちゃってますが、お米とパンはね、こっちのキャットタワーにいるんですけど、はい、バースデーボーイ、ブンブン。ちょっといろいろね、ガサガサ動いてるから、ちょっと怖いんだよね。結構ビビりだからね、お米パンは。ねー。じゃあ、いろいろ開封し終わったということで、すごく高級なものを購入したので、そちらを開封していきたいと思います。はい。ふーちゃん、こっち見て。ふーちゃん。あ、出てる下。じゃあまずはこちらから行きましょう。はい、こちら何かと言いますと、まあお分かりの方もいらっしゃると思いますが、我が家にはクセの玉座というものがあったんですけど、はい、もうお亡くなりになられたので、はい、初代クセの玉座がね。なので猫様用のソファーということで、第二のクセの玉座を購入いたしました。そちらが、あ、まだか。こちらです。ででーん、ボールです。玉座ですね。はい、新玉座でございます。ダンボールに興味津々ですよ、アメショ組は。普通にちょっと時間かかる。はいよ。かわいいカップルがダンボールに購入しました？そう。待って。ね、バブ君この鎌倉がお気に入りみたいよ。バブ、それお気に入りなの？バブ君。みんな同じ方向見てるね。あ、来たほら。うん、お米先生、新しい玉座を購入しました。拾い具合やめてください。お、来た。お米先生の登場でーす。お、いろはちゃんも起床しましたよ。よし、みんなでパーリーない、クレイジーない、終わらない、しようよ。私のグラスリーブーってね。ドフラミンゴあ、マイクです。この番組は、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。わが猫。おーい、どうしたコメちゃんおはよう。そんなこんなしてるうちに。おー、出来上がってんじゃないか、ベイビー。あのね、バブくんさ、それしんどくないその寝方。ね。てってれー。おー、玉座できた。完成しました、玉座が。おーマジ、ビーちゃん一番乗りしちゃう？行っちゃいなよだって。うん、あ、乗った。めっちゃ可愛いやん。何チュッチュしてんの？ねえ、ただチュッチュ。さてさて。おいおいだな。では、こちらが新しい我が家のクセの玉座ということで。はい。もっとお高いのはこちらの段ボールなので、我が家の猫グッズの中で一番お高級かもしれないですね。いや、うん、多分そうだと思う。一番です。じゃあそちらを早送りで開封していきたいと思います。どうぞ。え、B ちゃん似合いすぎてるんだけどね。やばい、喋るの疲れた。じゃあ、お米パンのさ、ちっちゃい頃のエピソードも話そうよ。あ、いいね。お米パンのちっちゃい頃のエピソードは、なんかあります？
お米パンのライフソード聞きたいですか皆さん。はい、マイクに向かってどうぞ。ほら、ピントがね、全部マイクに行ってる。で、お米パンのエピソードなんですけど、まず、まあ、お米パンが家に来て、ちょっと経ってから、ちょっとなんか体調悪そうにしてたんですよね、パンくんが。そうで、なんか、いや、本当にマジに結構弱ってて、大丈夫どうしたんみたいな感じになって、本当に1日2日看病したことがあったんですよ。なんでこんな風に体調悪いんだろうと思って、まあ、病院連れてったら、まあ、風邪の初期症状だったみたいで、でももう風邪みたいじゃなかったよね、本当に。風邪みたいじゃなかったですね。まあね、その後は薬飲んで、しっかりご飯も食べてくれるようになって、そっからはパン君は一回も病気をしていないので。で、そのお米ちゃんは、モグ君が心筋を持ってるので、それで移っちゃって、もう顔中心筋まみれだったんですよね。まあ、今は本当にもう全然心筋とかはないんですけど、大丈夫？大丈夫だけどね。これ説明書が入ってないね。やば。マジ？皆さん、秘宝です。木が割れています。ひびが入っています。飼育員が怒っています。ちょっとね、なんかやっぱ、高いものなんだからじゃないけどさ、ちょっと先に言っちゃうとキャットタワーなんですけど、はい、割れてるんですよね、これ。やばくない？ちょっとこれは。あ、音やばいじゃん、ほら。そう、で、この下ももう金具が見えちゃってたりとか。こんなさ、1ヶ月も待ってさ、これはちょっとショックですよね。悲しいね、ちょっとね。ねえ。ひび入ってんのガチショックすぎて、なやこよなんだけど。ごめんごめん。別に王のお金じゃないけどさ、ちょっと待って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 。ほらほらほら、もう荒ぶってるよ、ふーちゃん。ほら。ふーちゃん、キャットタワーどうしよう。ふーちゃん。ほらほら。なんかキャッチしてる。ちょっとショックだよね。なんかこれ素直さ今口から。ちょっと考えしたやるって感じ。はぁはぁはぁって。あ、走ってる。ほら、おぉ、ちょっと待って。おい、動揺が隠せんぞ隠せんぞ。てかさ、思ったんだけどさ、買ったの真っ白じゃない？確か選択したの真っ白だね。うん、手じゃなくね、確か。まさか自分で塗るスタイル？一回切ろうか。わが猫。あれ、バブ君？ちょっと待って。ねえ、やってるよ。なんで今なの？あ、しかも巨人見えてない。ちょっと、長男、思いますこれ。やばいやばい。いや、長男ほら、ぶつけてる。何？ちょっとダメ。ダメだよね、せっかく買ったものがさ。バブ君。かわいいね、バブ。ちょっと怒ってんの？やっと楽しみにしてきたキャットタワーがちょっとダメやつ。パキってるよ。ちょ、機嫌を示しようでね。そうなの、マブ君。まあ別にええやん。俺どうせキャットタワーも登れんし。でもそんな顔してる。ね、いいよ、俺、どっちみち道場だし、登れないしって、ほら。いつもさ、自分で座れるからええやんって。確かに。何も必要ないやん。うん、後ろ、マブ。足開くやろ、それ。あ、後ろ倒れる。おい、チーム見えとるって、最後に。若猫。はい、完成しました。イエーイ、ダダダダッダッダッダー。まあちょっといろいろ不具合は多かったんですけど、これ海外通販、まあ皆さんよく耳にするような本当に有名なサイトさんなんですけど、はい。でも、やっぱりこういう風になっちゃうので、おー、すごいすごい、いいやん。ふーちゃん待って、ふーちゃん、それやばい。これ結構割れそうなんだよ。ふーちゃん、これ、木の板なんだよね、これ。ここが割れそうなんだ。おー、大丈夫ば。お前ちょっとこっちパンサビちょうだい。ごめん。収まってねえし。いろいろそんなこんなありましたが、はい。とりあえず、コメちゃんと、はい。パンカーね、ちょっとこっちでまだ何あれみたいな感じで見てるね。ハッピーバースデーということで、はい。買いましたよ。いいですか、大事に使ってくださいね。これは木だから壊せないからね。まあ、壊れそうなんだけども。確かに、かわいい。わっわっわっ、ええ、いや、ちょっと、いや、ほらほらほら、見てこれ。え、
こんなんだよ。え、なになに、ちょっと待って、見えないんだけど。わかるこれ。え、なんか斜めやってない？そうなんだって。もう、こんなんが、これ結構、10万円弱したんですよ。7万円とか。うん。して、これですよ。お米大丈夫だった？ねえ。痛かったね、お米。怪我するって。でもこれネジの、この中、これここについてるやつなんですけど。うんうんうん。これ自体が取れちゃうんですね、もう。そう、やばいね。びっくりしたわ、今。外しとこうか、危ないからね。そうだね、ちょっと外しときましょうね。ほら、くーちゃんびっくりして箱から出てきてるよ。はい、じゃあちょっとね、早速一番上がなくなりましたが。ごめんね、みんな。お兄ちゃんがまた新しいの買うから許して。うわ、しかも、うわ。え、何？なんか、駅出てるこれ。え、駅？ちょっと待って。それプーちゃんじゃない？多分。プーちゃんおしっこついてるよ。それ多分プーちゃんだよ、さっき。これ、プーちゃん、こんな感じで。自分のうんことおしっこ、これ。あっせー。あ、プーちゃん、プーちゃん。プーちゃん、プーちゃん。今日も見てくれてありがとう。チャンネル登録者10万人目指してます。登録ボタン高評価忘れずにね。ちなみに今日の MVP はコメちゃん、おめでとう。なんかいろいろ SNS もやってるみたいだから、ぜひ覗いてみてね。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。めちゃくちゃ臭い。真面目に臭い。どれ？もうやだ、本当になんかおしっこついてんじゃん。マジで臭いこれ。いやだ、誰？マジで臭いよこれ。ちょっと匂いかけるよこれ。え、これちょっとやばいよ、本当に。マジで？そんなに臭い？うわ、何これ？もう臭い。うぅ！真面目に。